教えてもらったこのスマホゲーム面白いな無料でダウンロードできるし最高うわやられたよしもう一回あまたやられた今度こそ最近倒せないボスが出てきて進めなくなってきたな一個300円のガチャで強いキャラクターを当てれば倒せるかも お金はかかるけど1回くらいなら大丈夫だよねよしガチャを引くとうわー欲しくないキャラだうーんもう1回えまた同じなかなか当たらないなお金はかかるけど3回目は当たるかもよしガチャを引くとやった 強いキャラクターが出たぞ最高レアだこれでボスも倒せるぞやったボスを倒したよし、次のボスも倒すぞえ負けたせっかく強いキャラクターが当たったのに…でも、もう一回ガチャを引けば、もっと強いキャラクターが手に入るかもしれないそうすれば、きっとボスも倒せるはず さっきは三回目で強いキャラクターが出たから今度も大丈夫な気がする今月は強いキャラを手に入れたおかげでゲームが進んだなガチャは一日に何回かしか引いてなかったと思うけど全部でいくら課金したんだろううわ三万円こんなの高すぎるよどうしよう 親にバレたらただじゃ済まないよすごい金額になってしまいましたね無料でも遊べるゲームなのに課金してしまうのはなぜでしょう